2022年10月30日、佐藤修一ライブでございます。まあ、昨夜ですね、韓国の方で、ハロウィンのお祭りの中で、ソウルのね、雑踏事故ですかね。今、将棋倒し事故っていうとね、よろしくないね。まあ、雑踏事故ありまして、本当に、多くの方が亡くなられまして、本当に心からね、お悔やみ申し上げます。まあ、日本でもね、21年前ですか、赤石市の花火大会で、大事故がありました。あの時もね、100人以上の方が死傷されるという、本当に悲惨な事故がありましたけどね、同じようなことがまた繰り返されて、まあ、こういう記憶もね、生かしながらねっていうのもね、まあ、事故を防げていくっていうのはね、まあ、世界どこでもね、起きることですんでね、やっぱりこういうものはね、しっかり共有してね、まあね、広島県内でもやっぱりね、起きないようにね、まあ、しっかりそういう警備体制とかも含めて、ね、まあ、チェックするのもね、やっぱりこれ県議会の仕事にもなっていきますんでね、本当、今回のこと本当にね、お悔やみ申し上げていきたいというふうに思います。それでですね、本日の本題はですね、その新自由主義の暴政とね、まあ、ツイッター上の内戦と、これがもう今悪循環になってんじゃないかということですよね。うん、まあ、例えばね、ツイッター上ね、見るとね、一種の内戦状態ですよ。うん、まあ、専業主婦の方対ね、ワーキングマザーの方対ね、まあ、シングルの女性の方、ね、うん。あるいはですね、子育て支援重視派対ね、高齢者重視の方とかね、もう入り乱れてるのね、内戦状態という形に、なっているというのがね、そういう状況がね、そういう状況がね、あるんじゃないかなと思います。でもね、まあ、このね、やっぱりいくつか先っていうのはね、もう消費税増税にもかかわらずね、ね、国民やね、県民、市民サービスの引き下げっていうね、もうこの、暴政ではないかというふうにね、思います。まあ、具体的な事例を挙げればね、例えば児童手当のね、一定所得以上の人からのね、人からのね、支給停止。まあ、もういわゆる子育て罰というふうに言われて、まあ、批判されてますけどね。ただ、これ自体ね、本当、子育て家庭のね、ネット上のバッシングもね、ちょっと追い風にしてんじゃないかなというのはね、感じますね。うん。私のたちのような、ロシジェネ世代のね、子供がいない人にね、ありがちなパターンですけどね。まあ、子供っていうのはね、まだね、余裕がある人たちね、特にその中でね、高所得者たちになぜ俺たちが しないといけないということがね、ありますよね。あと、ね、年配者の中にはね、子育てはね、自己責任というね、論調も強くね、その文脈からね、こういう児童手当支給停止をね、支持するね、ツイートもね、まあ、少なくね、ないということですよね。結局、まあ、子供を持ってる人対ね、高齢者対ね、まあ、ロスジェネの、特にロスジェネのね、子供を諦めた人たち。まあ、そういう三つどもえみたいなね、感じのね、まあ、内戦状態みたいな状況がね、ありますよね。うん。まあ、結局、こういうことでね、一番、しんどくなるのはね、子供たちというところになるわけですけどね。うん。それからね、逆に、まあ、岸田政権が安倍政権以上に進むね、海洋壊し。これもね、逆に、ね、若手を中心に根強いね、まあ、いわゆるシルバー民主主義の批判っていうのもね、追い風としていますよね。うん。まあ、結局この20年、30年ね、給料が上がらない。そして消費税増税なので社会保障は充実させない暴政。ね、結局人々の余裕がなくなる。で、誰それはけしからんという話になってね。で、政治家や官僚はそれをね、悪用してさらにサービスをカットする。ね、この悪循環にね、もう日本はね、この20年、いやもうもっと遡るね、この20年から25年ぐらいの間ね、陥ってるのではないかというふうに思います。ね。まあ私が目撃した例でもね、まあ専業主婦がね、補助金申請に合格して大学院に進学することをね、報告するツイートをしたらね、途端に炎上する。ね、若い人に譲るべきだっていうね、若い男性と見られる人。ね、あるいは税金の無駄だっていうね、うん、なんかそういう、まあね、まあ他のワーキングマザーとかね、あるいは、
働いてる女性ですよね、いわゆる、ね、そういう人たち、もうシングルの方も含めて、うん、からの、ね、炎上ですよね、うん、まあでもそもそもね、国が定めた制度によってね、これまでの学業成績なんかがね、国が定めた基準に達してるから判断してるわけですよ。この女性をね、責めるのがお門違いだしね、まあそもそもね、まあね、教育がね、無償化されてないね、ことがね、問題ですよね。まあ、それはね、あるいはね、シングルの女性で、ね、非正規労働者って方も、特にね、生活が苦しいね。うん。やっぱり、こういうことが、ね、方々はね、がね、国や自治体も含めて、ね、まあ、非正規公務みたいな形でね、回ってきたっていうね、使い捨てにしてきたっていうのは事実ですよ。ね。まあ、もちろん専業主婦を打倒したところで、彼女らがね、救われるわけじゃないんですけどもね。うん、でもやっぱりね、逆に、主婦の方だってね、DV 用途に苦しんでるかもしれないしね、うん、女性の給料がね、もっと高ければね、うん、DV 用途なんか捨てられるかもしれないしね、うん、まあ、ね、いわゆる男尊女卑で、まあ、震源地なんだけどね、まあ、そこを是正するんじゃなくてね、まあ、既婚者を打倒するっていう方向へね、エネルギーが向かってしまう。だからこれも、労働組合が弱いとかね、あるいはね、まあ、連合の吉野会長に見られるようにね、もう役に立ってないっていうこともね、問題なんですよね。まあ、それからね、まあ、ワーキングマザーに対してね、シングルの性からね、まあ、子育て支援制度ばっかり要求して、なぜね、夫に家事をやらせないかって、まあ、クレームもね、多くあります。まあ、それはわからんではないですよ。なんかね、今でもね、まあ、縦のものも横にしないような男っているんですね。信じられんけどね。うん、なんか今度高校入学の、ね、息子の制服の採寸があるんでね、休みますって言われても困りますよね、うん、びっくりしましたよ。まあ逆にね、家事をやる能力はね、全くないような男でもね、それぐらいできますよね、うん、まあ新しく高校1年生になる息子のそばに立って、ね、ボケット突っ立っておきゃいいんだから、ね、まあ余計なお世話かもしれんけどね、うん、将来のマザコン防止のためにもね、そろそろね、うん、母親べったりやめさせねえといけねえんじゃねえのかなとか思ったりもしますけどね、うん、まあ結局もでもこれもね、やっぱり男性の意識改革が進んでないことも問題ですよね、うん、だから女性同士が争わされるっていうのもちょっとおかしい話ですよね。まあ経営者管理職もね、男性従業員もね、もっときちんと、ね、指導すべき話ですよ、うん、それからね、まあシルバー民主主義はね、けしからんっていう若手とね、まあ子育てはね、自己責任だよね、まあ、年配者のね、不毛なね、対立でも、先ほどもちょっとね、ご紹介しましたけどね。まあね、年配者から若手の批判についてはね、まあ今ね、昔と比べて地域やね、親族といったね、つながりも薄くなってんだからね、不毛ですよ。そんなことね、うん。一方でね、若手のシルバー民主主義も批判もね、不毛ですよ。ね。若手もね、やっぱりいつか年を取るんです。彼もね、惜しいね。誰しも平等にやってくるんですよね。医療や介護をね、あるいは年金って制度をぶっ壊してしまって、ね、今困るのは、将来困るのは自分たちですよ。ね。介護保険壊しだってね、例えばね、若手でも要介護者の祖母やね、祖父母で抱えてる皆さんに負担かかってくるんですよ。ね。うん、そういう問題も考えたらね、シルバー民主主義批判なんてね、簡単にしちゃいけませんよね。まあね、私の足元でも、ね、まあ、それから保育とね、それ以外の公務員労働者の隙間風もね、ちょっとね、見られるかなと思いますよね。うん。だから、こうね、公立保育園に勤める人とね、やっぱり、それ以外の、ね、非正規公務員もね、でもちょっとね、この今回の岸田政権の、ね、保育労働者賃金アップでね、ちょっと、隙間風みたいなの出てきていたと思いますけどね。うん。でも、これもやっぱりね、非正規公務員の給料は引きすぎるって問題ですよ。うん。結構、この20年、30年ね、あんまり男尊女卑はね、直してこない。そして、ね、逆に非正規の使い捨ては進める。ね、そういうところがね、やっぱりね、こういうツイッター上のね、戦争のね、やっぱりその内戦のね、原因になってるとは思います。背景になってると思います。だからこの、まあ、いわばね、20年、30年のね、人災ですよね。新自由主義っていうね。やっぱりこの、課題が山積して、その山積した課題もさらに土石流を起こしてるっていう状況。まあ、ついついね、目を背けても、あの気持ちも皆さんわからないではないです。でね、叩きたいものをね、簡単に叩きたくなる気持ちもわからんではない。まあ、しかしね、この復旧復興状況、この状況からのね、復旧復興にね、取り掛かっていかないとね、
ぱり、まあ日本もね、広島もね、将来はないと思います。まあ私、佐藤秀一ね、労働組合幹部としての活動でもね、そして政治活動でもね、そのことにね、全力ね、取り組んでいきたいというふうに思います。まあそのためにもね、まあ佐藤秀一講演会、ぜひね、ご参加をいただければと思います。今ね、本当に足りないのがね、資金面です。そして、ご協力ね、一人ね、少額ずつでも結構です。して、ご協力よろしくお願い申し上げます。それではね、皆さんね、10月30日日曜日、まあ今日ですけどね、これからね、また、女性の貧困、まあ、貧困の問題ね、ぜひ勉強していきます。そして、こっちはね、労働組合幹部たちもそれを活かして取り組んでいきます。そして定例会とかね、13時からね、富士グラン前でやります。それから明後日ね、まだ中洲駅の方で凱旋もありますんでね、うん、ぜひね、ご協力お願い申し上げます。それでは皆さん、本日もね、本当良い休日をと、まあでも日曜日でもね、シフトの関係で、ね、お仕事の皆さんもね、多くいらっしゃると思います。本当にね、お仕事、勉強ね、無理のない程度に頑張ってください。それでは皆さん、ご視聴誠にありがとうございました。